工学部の豊岡直樹教授を紹介します。専門は有機合成化学、単純な化合物を原料にして天然には産出しない新しい医薬品になりうるものなど、複雑な有機化合物を作り出す研究分野です。役に立つ化合物、機能性の材料であるとか薬、さらに衣食住に関わる有機分子というのは、すべて有機合成化学によってより付加価値の高いものを作るという、そういうプロセスによって生み出されています。私は特にその有機合成化学の知識と技術というのを新しい医薬品の開発に結びつけたいということで、現在研究を行っております。豊岡教授が今進めているのは、難治性疾患を治療する新しい薬の開発。現在患者の数が増えている糖尿病、アルツハイマー病、膵臓がんをターゲットにした抗がん剤など、ニーズが高まっている新しい治療薬の開発について研究を行っています。有機合成化学の専門知識だけでは新しい薬というのは作ることはできません。したがって、さまざまな異なる分野の研究者が英知を出し合って、作り上げていくというのが新しい薬品です。私たちも、コンピューターの専門家、それから、化合物を評価する薬理の専門家、そういった、方々と多くの共同研究を現在も展開しておりまして、新しい薬品の開発に向けて努力をしているところであります。新しい治療薬の開発において有機合成化学の分野が担っているのは、薬の元になる種の発見。種になる化合物が薬理評価や臨床試験などを経て治療薬として認定される確率は100万分の1と言われています。新薬の実現のために今後どのように学生たちと研究を進めていきたいか、目標を伺いました。新しい薬のシーズ、種の発掘、リード化合物、そして最適化であります。新しく医薬品を作るためには、その元になるいわゆる種、シーズと呼ばれる化合物の発掘、これが必須であります。それを見つけるためにコンピューターを使ったドラッグデザイン等を用います。さらにその種を丹念に育てることによって、リード化合物と呼ばれる、さらに進化した有機化合物を化学合成する、そしてさらにそれに磨きをかけてより良いものを作り上げる、このプロセスがいわゆる最適化というふうに呼ばれております。この最適化に関しましては法則、ルール等は全くありません。日々コツコツと努力する、それによって成果を積み重ねる、非常に地道なところがあります。最終的には素晴らしい結果が出るという、そういう心構えで日々取り組んでもらいたいということを常々言っております。